末期がんで余命宣告されて、これまで二人は僕を支えてくれました。ですがこの闘病中、妻の不倫が発覚しました。迷った末、僕は妻美月との離婚を決意しました。何これ、なんで私が悪者になってんのよ。今のまま大人しくしてると思ってんじゃねえぞ。